除草フィッシング。はい、どうもご視聴ありがとうございます。除草フィッシングということでですね、こちらのゲームはお魚釣りゲームなんですけど、お魚釣りに加えて、除草して男を釣っていこうと、二重の意味で釣りをしようというゲームとなっております。ということでやっていきましょう。除草に釣られる男なんているわけがねえ。魚の絵研究所応接間、いや君はどっち男女私は内海、ここ常春市の何でも屋さん。君は手紙を送ってきた釣りおくんだね。あ、右の子が釣りおくんね。あ、確かに女装のなんか向いてるかもしれないな。釣りおです、よろしく。うんうん、さて釣りおくん、君はお兄ちゃんを探すために常春市に来たんだよね。あ、そうな、お兄ちゃんを探しに来たの。お姉ちゃんになってたりしない？違いますって。そうじゃないの。釣りおくんの送ってくれた手紙に失踪した兄を探すために協力してほしいって書いてあったけど、うん、まあいいや。あれ、いいの。そういうわけで君の兄貴亮也の捜索を手伝ってほしいのだ。あ、結局やるんだ。お前も探してるんだね、俺のお兄ちゃんは。まずは川を探してもらいたい。できるかな。死んでない。川を探すのってなんかやだな。お兄ちゃんだったものがありそう。やりますけど。よし、ではよろしく。怪我には気をつけてね。で、あ、お前はさすがに女だよね。釣りは川に向かった。女だよね、信用ならんぞ。お兄ちゃんを探せ。いきなり城西区な、何したらいいの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 、どうしたらいいの、どうしたらいいの、ポーズ。ああ、何したらいいの。何か暴れ回ってる。何、俺は何か見忘れた。あ、なんか飛んだ。ぐわぐわぐわって。ああ、普通に突っ込んだらいいの。あ、突っ込んだらかっこいいね。お前なんかあれみたい、進撃の巨人の立体軌道みたい。こ、うーん、飛べない。どうやって飛ぶんだ、わからんタイトルに釣られたのに、俺は釣られたのは俺だった。どうやって発射すんだ、このなんか。あ、なんか発射した。オッケーオッケーオッケー、なんだけど、あ、 Z か。 Z でこのマジで立体軌道じゃんかっこいいな。こうやって飛びつつ釣り竿でお兄ちゃんを探してるんだけど、お兄ちゃんこんなとこいんの、こんな川に。殺す気しかないじゃん。とりあえずアイテム拾っていこうか。あ、HP があんのね。障害物にぶつかりすぎると、あ、釣りだ。急に思い出したかのように釣り要素。待って待って待って、あー、釣らして。よし、引っ張る引っ張る。 Z で引っ張って X で突撃。あ、逃げられた。ちゃんと正面に立たないと。 Z で引っ張って引っ張って、あー、痛すぎる。無理だろ、ちぎれた。命の綱もちぎれた。あいつ、あいつどこ行く。なんか誰かが見てる。お前デスゲームのなんかやってる人、デスゲーム運営してる人。引っ張って引っ張って突撃。あー、離れすぎてるってことか今これ。突撃、うん、あんまり最大に狙わなくていいや。普通にやればいい。銀部内野殺したけど、ゴール。よしよしよし、やったぜ。おかえり、お兄ちゃんは川沿いにはいなかったんだね。そういえばお兄ちゃん探すイベントでしたね。てか魚釣ったんだ、すごいな。さばいてもいい？ああ、かわいそうだよって。いや、この魚もう死んでるからさばいて OK でしょ。俺が殺した、命に感謝。行くぞ、行きましょう。チョキン魚の絵の寄生虫、何これ今日の成果、魚の絵が取れた。やったぜ、魚肉ゲット。晩飯は寿司にしましょう。あと寄生虫も入ってたね寄生虫だった。黒田が好きそうだから見せてあげるといいね。もしかしたら海を安全に走れる緊急浮き輪と交換してもらえるかも。いってらー。黒田の研究所。黒田、 お前はどっち男。誰です。釣りおです。あ、例の亮也の弟か。なるほど、失踪した亮也を探しに来たということですか。 それで海を探索するために緊急浮き輪が欲しいと。貴重なものだから難しいですね。あ、あの魚の絵ってありますよね、あの寄生虫。魚の絵20個と交換してあげましょう。魚の絵20個ですよ。20個貯まったら私のところに持ってきてください。あ、通貨みたいな感じなのか。じゃあ帰ってね。コミュ障め、部屋を追い出された。まあいきなりね、子供がかけてきても困る。知らない曜日だった。2日目、海曜日。
知らない曜日だ。どうしよう。あ、じゃあ内海に相談か話しかけるか。相談したらこれ助走して研究所に行くってこと？楽しみだな。ちょっとじゃあ先こっち行く？相談しようか。なるほど。黒田のやつ、魚の絵20個って集めるの結構大変だぞ。あいつ友人がいなくなったからっていじけてやがる。友人、ああ俺の兄貴。どうやってもっといいレートで取引させるか、どうしよっかな。よし、脳破壊だ、これしかない。脳破壊、脳破壊、はて僕小学生だからあんま知らないな。うん、脳破壊。とにかく相手をすごく動揺させて正常な判断能力を奪うのよ。まあまずはこれを見てよ。メイド服、ほう、メイド服だね、かわいいね。かわいい服でしょ。鶴尾くん、ちょっとこれ着てみてよね。絶対やだよね。そんな真っ先にさ、メイド服見せられて着ますっていうショタなんていねえって。ダメ、それはショタじゃない。俺は違う、許さない、そんなショタは許さない。絶対着ない、やだよ僕って。なるほどね、メイド服はあまり好きじゃないか。でもとりあえず着てみようね、可愛いからね。ちょっとこっち来て。こうじゃなきゃ。メイド服にコスチュームチェンジ、ゴソゴソ。はい、万歳して、ゴソゴソ。よし、いい感じじゃない。とりあえず鏡見てみなよ。可愛らしいメイド服に変身だ。可愛いぞ、私の見立て通り最高だ。こんだけ可愛ければあの黒田もイチコロですな。いけますか。さあさあ、その姿を黒田に見せてくるのじゃ。愛情5つずつ、愛情5獲得したけど。じゃあこれで黒田のところにご挨拶、こんにちはって。ん、誰、なんか左がすごいことになってんだけど、キラキラしてる。まさか釣りよ。違うよって言った方がいいんじゃない。釣り用だったらダメだもん。違うよ。え、釣り用じゃないよ、釣り子です、どうも。釣り用くん。ん、あ、バレた。え、黒田を脳破壊状態にした。あ、釣り用だって分かってる方が脳破壊されるのか。全ての取引レートが 95% オフ。お前ぶっかけすぎだろ。最初に1日経つと解除されるので今のうちに取引しよう。じゃあ愛情中核と、怖いな、この愛情はいらないな。じゃあ浮き輪ちょうだい、取ってきたよと。あ、釣り奥、どうしたの。魚の絵1個でよかったよね。緊急浮き輪が欲しいんだな。どうぞ。浮き輪を手に入れた、ありがとう。ではコミュ障目、新しいエリアで釣りができるようになった。マップタブを見てみようと。何かが手に入れ、何かが減ったんだけど今。黒田の愛情10獲得、何かと引き換えに大事なものを失ったよ今。何今のこれ。寿司を与えてやる気を取り戻してもらおう。バカみたいなこと言いやがって。じゃあ広場で話しかけとくか一応。ハロー、ここは広場、みんなが集まる場所。でも今は誰もいないっぽいね。別の場所に行ってお話をしてみるといいかも。黒田は研究所にいるよ、寂しがりだから会いに行くと喜ぶと思う。左右機リードができると。じゃあこれで一通りやったからね。お、研究権もらったんだ、よかったね。釣りに行くといいかも。あと釣り場を増やしたかったら黒田にブーツや浮き輪の強化お願いしたらいいよ。なるほどね。まあまあ今はできないから、じゃあ次行こうか。寿司は持ってないもんな。寿司が1個足りない、1個というか、まあそうね、持ってないもんな。じゃあこれでどっち、ん、リバーサイド、ローチマンション、どっちがどっちだ、わからんけど。最初にあったリバーサイド、あーでも船を倒したから土壌の方行ってみるか。行ってらっしゃい。さあ、あー助走したまんま。メイド服で行くぜ。よし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 、コットン、コットンとかもなんか服作ったりできんのかな、脳破壊のための。あ、土壌あんまり素材ないね。待って待って待って、死んじゃう死んじゃう死んじゃう、流されてっちゃう。まだ、あーまだ結構余裕あるのか。何これ、毒、毒切り、ちょっと待って、結構離れてっから。毒は吐いてんのお前、土壌、俺の知ってる土壌じゃない。じゃあ、あとはちょっとここら辺のアイテム回収して帰ろうか。あ、またいる、土壌が。2匹目の土壌、これが本当の。うお、突撃、これ結構楽しいな。突撃じゃ、引っ張って突撃、もうこの距離で、あー近づきたい、突撃させろ。よし、土壌であったものを2個手に入れたぜ、ゴール。いやいや、魚の絵寄生虫、刺身にするのどうなんだろう。こういう川魚って分からんけど、あんまり良くないんじゃないか。
名曜日、知らない曜日2つ目。あなたは西谷さん、女の子かな。とりあえずでも寿司作ってもらおうか。握ってちょ。お前は寿司屋さんなのね。白身かける3をプレゼントした。お、新鮮な魚肉っすね。握っちゃいます。寿司を手に入れた。握られた。勝手に握り握り。釣りのコツを教えてと。お、魚釣りのコツっすか。まずはテンションゲージに注目しよう。あ、これね、赤い円形のやつだ。テンションゲージは時間経過で溜まるっす。素早く溜めたいなら引っ張りっす。そんでゲージを半分溜めた状態で突撃を行うと、体当たり、ゲージが溜まった分だけダメージを与えるぞ。あ、ゲージが最大まで溢れてしまうと糸が切れちゃうぞ。魚の体力も回復してしまう。やり直しになっちまう。あ、なるほど、糸が切れない程度にギリギリを狙うと素早く釣れるかもっすね。まあ、そんな急ぐ必要ないね今は。あと体力がなくなった時は寿司を食べるといいっすよ。メニューから食べられるっす。健闘祈る。回復アイテムでもあるんだね寿司は。で、あ、寿司を与えることもこできるけど、他は糸を作る。なるほど、いろいろ。あ、チャイナドレス、チアガール、いろいろできるのね。でこっちに寿司を与えることもできると。寿司は誰に与えるのがいいんだろう。とりあえずお前に、じゃあ魚の絵の解析、他金とりあえず魚の絵の解析してもらおう。できるやつ、美しい腕だ。ぜひ換金と交換してほしい。腕、え、俺、え、何、美しい腕、金、あ、美しい腕って俺の腕。とりあえずじゃあ緊急機はな、もう一回脳破壊した方がいいのかな。ただになりません。金80ってなんだよバカみたいな量言ってんな。また脳破壊してやるぞこいつ。とりあえず緊急機は作ろうか。やる気がゼロだ。あ、やる気がないのでまた明日ね。とじゃあ寿司食わすか。寿司食わすか、こういうやつには。あ、ありがとうございます。なんで敬語、これメイドだからな。じゃあこれで金で浮き輪を作ろうと、浮き輪強くしようと。あ、緊急浮き輪のアップグレードですね。ぜひぜひ任せてください。釣りスポットが増えたと。オッケーオッケー。浮き輪でまた寿司を使ったのね。なるほど、これで寿司を1個使ったのか。で染料もやる気がゼロだから作れないのね。こっちもやる気1つだからできるのは1つで、じゃあ糸作ってもらおうか。糸を紡いで、コットン、よっしゃ紡ぐぞ。糸糸、裁縫糸、ありがとう。でこれでやる気はなくなっちゃったから、じゃあもう無理か。布は作れないと、やる気がゼロと。今日はやる気がないのでまた明日ね。もっと言いようあるだろうで増えたのがこれか。船パレスと堀町レジデンス。ナマズはビリビリしてる時に突撃すると感電しちゃうので注意と。じゃあこれ行ってみよう。な、 VS ナマズ戦行くぜ。堀町レジデンス、堀町レジデンスっていう名前にこんなナマズいることあるんだ。あった、怖っ。HP めっちゃ、あー痛い、痛すぎる。あ、死んだ。あらら、死んでしまう。死んだ本当に死んだ扱いな。あー、ここに戻るの。まあでも糸は作ってるか。やることはやった扱いか。結構適当にやってたら勝てないな、ありゃ。どうしよう、こうやって近づき、よし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 。ああ、待って、はい、よかったよかったけど電気がなくなったら突撃だ。あんまり引く意味ないな、こいつら離れてくから。いやでも距離は取れてしまう。ああ待って、はい、ゴールか。ああ一匹か、電気ナマズは。よーし、魚の絵ゲッチュー。天曜日、ドッテン解明ってこと。とりあえず寿司は作ってもらいます。寿司は作ってもらい得だよね。別に温存する意味ないよな多分。で、寿司与えて寿司作ることもできるのね。まあまあそこまでする必要はなくて。お前ずっとやる気ないな、どういうつもり。あ、いけるか。あ、好感度で初期の寿司というかやる気が決まるのか。で染料ね、こうやって混ぜ混ぜできましたと。定価で買った、買っていいよな別に。とりあえずここら辺は定価で買って染料もらって、で同時にとりあえず作りたいのはチャイナドレスだな。まずはチャイナドレスするために、じゃあ布を折りましょう。 OK、 折るぞ。
宇都宮のちょっと好感度が早く上げたいから寿司食わせて。いいね、寿司食わせて行動プラスさせると好感度もそれだけ溜まりやすくなるし、いいねいいね。でこれで次回チャイナドレスを作れると。明日チャイナドレス作れる、楽しみだな。チャイナドレスを作ってもらおう。じゃあ次船パレス、うぜ船パレス。また電気なまずいいんですけど、おりゃー今だ。電気が切れたら出撃する。よしよし、あー結構地道だね。オッケー倒したぜ。結構取り損ねたな、なんかいろいろ取れそうだったけど、まああんま急いで取るアイテム残さず取ってく意味もそんなに強くは感じない。あ、船だ、かわいいな。ブナ逃げる速度が速いから突撃だけで精一杯だな。うおりゃ、レ、おしっぱの方がいいのか、突撃は。どうでもないな、連打だな。よし、銀ブナゲッチュー。まあいろいろ取り損ねたけどいいでしょう。今そんなに素材には困ってねえし、魚の絵ゲット。海曜日、じゃあとりあえずまた寿司を作るか。そうか、寿司食わせてもう一回寿司作らせれば好感度も上がると。まあでも今はどっちかというとこの宇都宮とこの2人でしょ。次は魚の絵の解析もできるけど、結局そうか、これ金の手に入れるだけなのか。じゃあまあいいや、チャイナドレス、あ、この服作ってほしいんだ。いいよ、チクチクチクって。君もなんか自分からね望んでね。よし、できた、チャイナドレスゲット。試しに着てみる。じゃあ分かったよと。よし、あ、この服おっぱいでかい方がいい感じになるかも。おっぱいの代わりに肉まんでも詰めとか。生物、そうしよう。いやいやいや、わーお、お、かわいいぞ釣りおくん、最高。神バスとなる釣りおくんも趣深いぜ。黒田も喜ぶんじゃないかな、おっぱい好きそうだし。なんちゅうこと言うね。やった、愛情めっちゃゲットした、愛情レベル2になって。じゃあ明日からちょっと頑張れるね。とりあえず助走してご挨拶をまずしましょう。服を見せま、どうって、これどう、ねえねえ見て、あ、釣りおくん今日も可愛いね。なお前キザぶって、あ、なんこいつ。ねえ釣りおくん、あの、その胸を揉ませてほしいんだけど。はあ、あ、すみません、でも私は諦めないよ、お願い、減るもんじゃないからさ、優しく触るからさ。キモすぎる。ダメだよって、やめて、ダメダメダメ、俺男だよ、男だよ、肉まんだしな。プニプニフフ、あったかいな、プニプニ気持ちいい。あ、おっぱい取れちゃった、なんちゅうこと言うね。肉まん、肉まん食べられる、食べたい、食べた、キモ。うー、救われる、キモすぎる。黒田を脳破壊状態にした、全ての取引レートが 95% オフ。はい、やったぜ、脳を壊して。じゃあとりあえず魚の絵、これは1位以下にはなんないんだな、これが。じゃあ、うん、ここもまあ安くはなってるけど、まあじゃあ釣り場拡張だな。 95% オフですらこれなのか、大円ブーツは。じゃあまずこれで魚の絵を金に変えて、あ、でもこれ安くはなってんのか。じゃあ魚の絵を大量に、そうか、このタイミングで金に変えてくといいのかな。3つとで、浮き輪、緊急浮き輪のアップグレードですねと。浮き輪を上げて愛情もゲット。で他はできないけど、まあ一応線量作っとくか。お前のやる気の限り、わざわざ俺の肉まんを揉ませてやったんだから、やれるだけ仕事しろよ。よしよしよし、寿司食わせてやってもいいけど、でももう素材ないからいいか。こっちだな、じゃあオイルか、オイル、脂身からオイル、やる気なしね。チャイナドレス作ったんだからね、ちょっと今日休みたいよな。まあ寿司食ってオイル生成してくれ。よし、オイルできた。じゃあ次行こうか。あ、結構いろいろ増えたね。じゃあ次はこのナマズビル、強めのナマズ、強めのナマズか、行くぜ、ナマズビル。ナマズビルとは、
うわ、え、やば、ちょっと待って、普通にむずいな。あー、あー、帰ってこれた。そして、こいつかな、まず。うわ、あ、え、あ、あ、え、え、あー、ちぎれた。ほら、むずいな。離れて、電気が過ぎ去ったら連打。あー、結構ギリギリ、あー、一番良くないな。よし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 、赤坂あれ近づけ。よしよし、自分で引いてないから火力出ないのかな。火力があんまりないから思ったより倒すのが大変というか。あ、でもまあまあまあこんなもんか。電気が切れるぐらいに OK。 でも赤座倒して終わりか。ちょっとなんかさっき良さげなもん見つかったんだけど。あ、もうゴールしかなくなってる。海に戻りやすい。よいしょ、ぬるの絵。何それ、やばいのを手に入れてしまった。名曜日、あれ名曜日前も来なかった。上寿司、これ作ってもらおうか。両方あったら作れるのか。お、こんな大量の魚肉張り切って作っちゃいます。上寿司ね、好感度もたまりやすかったりするわけでもないのか。まあいいや。じゃあとりあえず上寿司与えられるけど、ぬるの絵で金作るか。ぬるの絵で金作って、ぬるぬるしてるぬるの絵ですね。ムチンという粘り気のあるタンパク質を分泌する珍しいぬるの絵です。このぬるぬるでプランクトンをキャッチして体表の細かい鞭毛を使って口の中に送り込んで捕食するらしい。器用ですね。うん、興味深い。ぜひ金と交換してほしい。生々しいんだよなここだけ金なのが。とりあえず染料で、で服屋で、あとは普通にコットン作るか。コットン作って上寿司だと、すごっ、高い寿司いいの嬉しい。3つ増えるんだ。愛情30も獲得できるし。で布と、また糸と、次が、まあ、次布がもうちょい必要なのかな。もうちょい糸つむがなきゃいけなくって、そうなってくると、うん、コットンがちょっと必要だね。じゃあヒバリーヒルズ行きましょう。ヒバリ島行くぜ。ヒバリーヒルズ、ヒバリーヒルズならぬ、おいしょ。お前はな、土壌はこれ何、毒？オッケーオッケー。じゃあ早くやった方がいいんだ。とりあえず連打だな。もうあんま引き離すメリットも感じないし、とりあえず突撃しかないっすわ。いやー、まあダッシュマスとかにうまく乗ったらもうちょいテンポよくやれるのかもしれないですけどね。もういいや、真ん中のアイテム拾える方が優先度高いと判断しました。あ、いったー、めちゃくちゃ痛い。あ、やばい。あ、許して許して、こんなふざけた格好で。あ、ちょっと待って、やばい。あー、それできるの、そんなことできるの。木肌を手に入れた。やったぜ。コットンは手に入れたかな。魚の絵、ぬるの絵じゃないか。コットンもちょっと手に入った。天曜日です。寿司作れんやん、中途半端だったから。とりあえずじゃあ布を作って、チアガール作るか。寿司ある状態がいい。まあいいか。じゃあチアガール服作ります。お、この服作ってほしいんだ。いいよ、チクチクチク。よし、できた。チアガールを手に入れた。試しに行きます。試しにだからね。上がった。よし、さあ、トコハル、トコハラ、地名、うぎゃ、かわいい。釣りおくん、私を応援しろ。頑張れ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 。助かる、ありがとう。助かるなのそれは。48。じゃあチア服着た状態で、どうも黒だ。あ、釣りおくん、今日も可愛いね。なんなんだよそれチアガルちゃん、私のために応援してほしいな。やだよやだよ。む、応援してよ。あ、この上に乗っかって、黒田さんお疲れ、頑張ったねって言いながら肩をマッサージしろな。うわ、分かった。よし来い。なんだこいつは。え、おい、どういう、あ、脳みそ破壊されてる。
もう脳破壊されてるのかこれ。すべて取引 95% オフ。愛情10いただきましたけど、じゃあとりあえず魚の絵使って金と交換しといて、でブーツを作るか。お、大円ブーツのアップグレードですね。ついに海への進出ができるわけですね。ガンガン海魚も釣っていきましょう。釣りスポットが増えて、やったぜ。で染料作っとこうか。川加工か。じゃあ行けるところ増えた。ここね、弱めのカサゴ、毒を持ってるのでしっかりとやっていきましょうと。俺の体力みたいな、なんかレベルみたいなの増えんのか。カーサ砂川、夕方なのがちょっと見づらい。何今のこう、あー、へー、あー、ちょっと待って、そんな、ちょっと待って、普通にむずい。あー、そんなところに吹き飛ばされるな。あー、普通に右だけ押しとこう。これがカサゴか。あんま美味しくなさそうな魚だね。毒を持ってるって言ってたな。あ、反撃されるってこと？攻撃するたびに。じゃあなるべくこの溜まった状態がいいってこと？一発で仕留めろよと。ごめんなさい。あー、どういうことなの。もう一回カサゴ来たらちょっとさすがの体力の限界だぞ。あー、無理。やばい、どうしよう。消費アイテム、寿司とかがあったらここで食えんのか。いや、カサゴ無理っすよ。あ、死んだ。なんか釣りのコツ教えてもらえる？これで。ああ、そうだよね、同じことだよね。一発じゃ倒しきれないんだよな。ただカサゴは動かないから、もう溜めてやれば勝てんことはない。ただそれを無理やりしたとてって感じはある。もう2回目のカサゴは無視よ。1回ゴールする、とりあえず。怖っ、目怖っ。魚の絵か。ハグしてもらう。ハグしてもらって自己肯定感を上げる。お金をめちゃくちゃ払えばこの人にハグしてもらえるんだ。どういうことなの。とりあえず寿司作ってもらうか。糸と布、ここら辺は結局数が必要だからね。こうやれば5ダメージでやれると。でも最初触れた時に5ダメージ食らうのもちょっときついな。魚の絵2つと、魚の絵を金に交換するのは脳破壊されてるタイミングがよく知らない人だ。クリコ、クッキーとか、何、とりあえずお話もできやしない。とりあえずクズ鉄を鉄板に加工してもらうか。加工するね、ブチコン。はい、ほら、鉄板のいただいたけど。クリコ、お前何者？寿司あげてもいいけどな。次ロリータ服か、もしくは OL 服ね。オイル作っとくか。じゃあお前に寿司あげてみるか。お、センキュー。でまた、あ、ナイフ強化できる。レアな魚の絵が出る確率が上がる。これはいいな。これはぜひナイフ強くするね、ビチコン。よし、できた。ナイフ強化を手に入れたと。レアな魚の絵が出る確率上がるのはありがたいし、なんかすごい上がった。またナイフ強化したいけど、まあ今はいいか。これは魚の絵の解析は取っとこう。で新しく出たもう一つのカワハギステージね。弱めのカワハギがたくさんいると。テレッソ向こう山、なんでちょっとさ、ビルの建物っぽいの。ビルというかマンションっぽいの全部。お、こいつか。今だ、一発じゃ無理か。でも余裕だな。ありがたいかも。このステージすごくいいかもね。わあ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 、下手なことしたくない。全然カワハギがいないよ。いた、よし、カワハギ。でも2匹か、大量発生とは言うけど。カワハギ、魚の絵レアは来ない。普通お、またなんで昨日だけ違ったのよ。じゃあ特上寿司、上寿司か。特上はまだだね。
愛情が10だけなら普通の寿司2つ作ってもらった方がいいのかな。とりあえずコットンがもっと大量に必要だなこりゃ。じゃあコットンが出やすいここでちょっとコットン稼ぐか。青ぬるの絵、青ぬるの絵またなんか知らないレアぬるの絵が出た。ここら辺ものを破壊してからあげた方がいいよね多分。とりあえず寿司は握ってもらうけど。あ、すごい青ぬるの絵。青ぬるの絵は一つで10金になるのね。でこれ一つってことは別に脳を破壊しても意味ないな。これはぬるぬるの青ぬるの絵ですね。まあ青いぬるの絵なんですが、この青色構造色ってやつで色素で青色をしているのではなくて表皮の細かいデコボコでキラキラな青色に見えるようになってるんですよね。 CD 的なやつですね。すごく興味深い。あ、そうやってまともなこと言ってる時はすごいなんか普通にいい感じなんだけど。ぜひ金と交換してほしい。金なんだよな交換対象は。まあぬるの絵も交換しとこうか。まあ、金は貯めといて、あ、鉄板がもうちょいあればって感じか。まあちょっと余ってるし燃料は作っとこうか。次が必要なのが OL 服かな。だから裁縫糸もっと欲しいからコットンを大量に。あ、また来た。お前が来るのはランダムかな。じゃあもうこいつが来てる時にちょっと鉄板作って。他がナイフ強化もできるか。ナイフ強化もしとこうかな。寿司食わせてでもお前はいろいろ動かした方がいいな。ナイフ強化で寿司食ってまた動けよ。上寿司だ、ありがとな。いいね上寿司、こういう時役に立つな。でくず鉄、あでも行動回数ちょっと無駄か。まあいいや。ナイフをさらに強化して、あ、まだナイフ強化できるね。さっきレアウオの絵で金たくさんもらっといて買いあったわ。 OK、 レアウオの絵が出る確率アップでクリコとの愛情も深まった。まだ強化できる。鉄板がいいな。でとりあえず裁縫糸が欲しい。裁縫糸を作ったら、あ、今日間に合わないな。寿司食わしちゃったから、寿司使っちゃったから。よし、じゃあまず OL 服、OL 制服制作、 OL の制服ってお、この服作ってほしいんだいいよ。今制服ってほとんどないんじゃない。裁縫糸、布、よしじゃあ作ってもらおうか。チクチクチク、よしできた。 OL 制服試しに来てくれる。わかったよ。よし、ちょっとまんざらでもなくなってきちゃったね。さあどう、 OL 制服、釣りおくん見客感想それ、さっきまでのチアガールでも見客だったよ。とりあえずじゃあ糸は作っとこう。次必要なのが、ロリータ服で、これには裁縫糸と布か。結局は裁縫糸と布も必要で、木肌もあそこで手に入るから、茜だけどこで手に入るかって感じだな。じゃあ女装して挨拶します。こんにちは。あ、釣りおくん今日も可愛いね。あ、これは毎日言ってんだな。脳破壊されずとも。ねえ釣りおくん、お酌。はあ、 OL といえばってこと。そのイメージ古いのか。私は可愛い OL さんにお酒をついでほしいのだ。ほらほら、なぜ可愛い子を支配するのは気持ちいい警察に突き出そうか。わかるか。あ、わかりました。よしよし、聞き分けのいい子だね。お酌ぐらいなら別に。ではよろしく頼むよ。うお、何、あ、お酌を。ああ、あんまり制服でなんだね、急に押し倒して。おい、おい何をする気だ。直接お酒を飲めと。これがアルハラじゃ、令和のアルハラ。え、そんな口に直接。 95% オフ、脳破壊状態です。よし、まあ満足させてやったから、じゃあ魚の絵を。あ、これも安くなんのか。これブーツはちょっと優先だな。ブーツ、大炎ブーツのアップグレードで、あとは、あ、まだ大炎ブーツがアップデートできんのか。
でかいなこれ。大炎ブーツはもう終わった。じゃああとは魚の絵を大量に。綺麗なお顔だ、ぜひ金と交換してほしい。さっき足っつってたけど、これ俺のこと言ってんの。よし、一通り上寿司食わせてでもいいけど、普通に寿司でいいか。寿司食わせて魚の絵を金に変えとこう。じゃあ次必要なのが、狙い目はこれだな。布、とりあえず布を大量に必要だから。あ、でもだいぶ広がったな。オーシャンビュー福田、ここ行こう。次はカサゴと弱めのタイとクラゲが大量発生中。大丈夫ここ、めっちゃ海沿いじゃん。初めてのちゃんとした海沿いかも。あー、だからオーシャンビューだから、オーシャンビュー福田。うわ、どういうことなのこれは。どういう設定なのここ場所として、どういうことなんだよ。よしよしよし、コットンとアカネと、よし、魚も欲しいよ。マダイね、マダイって電気出したっけ。俺の知ってるマダイは、あいってー、あー死んだ、あらら死んでしまった。いやきつー、マジできつー。なんか自分のステータス上げないと、正直これ無理な気がするな。倒せて1体、2体目と戦ったら死にそう。うわー、ちょっと、いやでも他に障害物ないなら。電気吐くだけなら可愛いかもしれん。なんか障害物出してきたし。ああ、やめ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 、もう帰ります。僕帰る、あと1しかない。あ、よしよし、無理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 、普通に無理、全然無理。ハギノエ、新しい寄生虫が手に入った。海曜日、うん、やっぱあと寿司で回復するのか。なんかちょっともったいないなって気持ちは正直あるんだけど、寿司を自分の回復用に使うのは。そんなこと言ってる場合でもないか。ああ、ハギの絵は金2つなのね。ちっこいのはハギの絵、カワハギの仲間によく寄生している尾の絵ですね。カワハギはお口が小さいから、そこに入れるようにハギの絵は他の種類と比べてとても小さくなってるんですよね。うーん、興味深い。ぜひ金と交換します。で次はこれを手に入れられるようにオイルをちょっと作っとくのと、鉄板が必要だな。 95% オフの前提のなんか、あ、大容量のガソリンで遠くまで行けて寮屋のいる場所まで向かえるぞ。どこ、あ、え、分かってんの寮屋のいる場所。あ、エナジードリンク、まあ一回作ってみてもらおうか。エナジードリンク、ジョロロロロ、できた。何でしょうか、ほら、何今の調合方法。愛情いただきましたけど、俺は船パレスにいるわ。お、コーヒー作ってもらえるんだ。これ美味しいコーヒーも欲しいか。エナジードリンクって何だったの結局。魚に与えるダメージを与える、これ使わなきゃダメなタイプかな多分。そうなると使いどころむずいね。いや応援って。バカみたいな説明が下に書いてある。チャイナドレス、チャイナのドレス、応援、応援、応援も間違ってるだろ。麦わら T シャツ、夏っぽい釣り人スタイル、これに戻れんの。あ、切れるんだ。なんで照れるんだよ。逆にこっちに照れるようになっちゃった。もう君はもう極まってるね。コーヒー入れてもらおうか、せっかくだし。コーヒーどうやって入れんの。ちょっと待って、これでコーヒー、分かった、コーヒー入れるね。パチコンできたよ、どうぞ。ほら、毒コーヒー、は。なぜさっきエナジードリンクはジョボボボだったんですかね。まあナイフ強化しとくか。1コントレアな魚の絵の確率上がったけど、これ閉まったか。5個で7だから、しまっただな。これは魚の絵もうちょっと貯めてからの方がいいな。まあでもせっかくクリコ来てくれてるし、ナイフは優先した方がいいよね絶対。ん、毒コーヒーを与える、何それ何それ何それ、毒コーヒーを与える、飲んで、毒コーヒーをプレゼントした。お、コーヒーっすか、ありがとうございます、ありがとうます、ごくごく、アーニャみたいな。うっ、まずいっす。は、
これ全部飲まなきゃダメ？どういうこと？全部飲んで。え、そんな、やだ。飲んで。飲まなくてもいいのに別に。くごくごく断ればいいのに。うげおえ。鉄板を10手に入れた。口から何か出た。は？は？え？お前え、どういうこと？意味がわからなすぎる。とりあえず毒コーヒーは鉄板10になるんだ。そういうことだね。覚えとこう。毒コーヒー便利で、脳破壊はまだ早いから糸だけ作っとこうか。ハグしてもらえるハグしてもらえるけど今はまだちょっとさすがに早えよ。ハグしてる余裕ねえよ。これはなけなしの金なんだ。ハグしてもらうために貯めた金じゃねえ。お、来た来た。コーヒー入れてね。これすげえいいな。コーヒー便利だな。できたよと。毒コーヒー、こんな便利アイテムとは思わなかった。すげえコスパいいよな、毒コーヒー。意味はわからないけど、これはあんまり金を無駄にしたくないけど、鉄板が許す限り。あ、もう限界か。じゃあこんなところかな。お、愛情もレベル4になった。これであと鉄板を交換したらいけるな。よし来た。じゃあ毒コーヒーを与える。与えるって言い方もどうなんだ。毒コーヒープレゼント、ありがとうマス。学習しろよお前。まずいっす。これ全部飲まなきゃダメ。うん、かわいそうに。マジでかわいそう。なんなんだそれ鉄板から出たのが胃のものだとしたら逆に出して正解かもしれないけど。よし、じゃあ脳破壊に行きましょう。ロリータ服結構いろいろ溜まってるね。あ、この服作ってほしいんだいいよ。チクチクチク、よしできた。バニー服、ん、試しに、ロリータ服じゃないの、試しに着るわ。じゃあよし、ロリータ服です。可愛らしいけど。よいよいよ完璧だ。情報量多すぎない？これは可愛すぎて。破壊して、破壊。どういう、よし。あ、全ての衣装コンプリートか。これでじゃあロリータ服で。黒だ、どうだ。お、釣りおくん今日も可愛いね。ロリータ服です。釣りおくん食べちゃいたいな。食べてもいい？嫌です。え、いや問答不要。僕ペロパクペロペロ、キモキモすぎる。辛いんだ。磯の味か、うざ。うん、温かいな。味噌汁飲んでるみたいな。味噌汁、お袋の味だ。いや脳、俺が脳破壊されるわこんなもん。よし、愛情は上がったけど、とりあえず金を作って、で、ガソリンタンク釣り場、両家の行ける場所まで迎えると。これでガソリンタンクのアップデートですね。任せて。よし、こんだけ容量があれば両家のところへ向かえるはず。健闘を祈ります。この時に交換できなかったらどうなっちゃうんだろう。よし、釣りスポット増えてガソリンタンクね。いざお気にと。とりあえず魚の絵の金に変えとこうか。じゃあボス戦って感じかな。ここからここか、番外地。いやいやいや死んどるやろ絶対両家行くけどさ。いや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 、両家を救えっていうか、ゴスロリ、ゴスロリじゃない、ロリータ服着た男子が、無理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 、俺も両家になっちゃう。いや無理無理無理。あ、あらら、死んでしまったじゃなくて、あ、だからめちゃくちゃ、そうか、自分のステータス上がんないよなこれ。ここら辺のさ、装備で防御力とか体力上がったりしないのバニー服じゃねえってバニー服があった形跡があるんだけど、ここに。いや、やっぱ男らしくね、両親を助けに行くには、いやダメだな。チャイナドレス、俺が一番チャイナドレスが好きです。じゃチャイナドレスで行こうか。エナドレと、エナドリと、うん、回復アイテム、毒コーヒーとかで回復できたりするのかな。寿司で回復できるのか。やる気3アップ HP がかなり回復する。まあもうこういう戦い方だよな結局。多分寿司食いながら魚をぶっ倒す。この日のために俺は寿司を貯めてきたんだ , 笑ってまうやろ
こんなこんなおりゃ、いやいやいや、どういうこと、口元に行ったから、それとももう確定なの、確定で反撃食らうってこと、えぐくないそれ。まあちょっとガンガン使うか、もう回復アイテム。やっぱりなんかちょっとケチっちゃう自分はいるんだけど、じゃあエナドリ飲みます、食べちゃう、与えるダメージ2倍、思ったより上がった、倍率がすごい、倍キルトぐらいので、これで食う、食べちゃう、40回復、なんか俺の体力上げる方法あんのか、なんちゅう、20回復か、十分やな。こいつ無視したらゴールいけないなんかその先にあんだけどゴール。あいつダリーよ。あれ、あら、あらららら、これはどうなっちゃうんだ。俺はリョウヤを助けることが目的だから。お疲れ様、ダンクルオルツ、ダンクルオステウス倒せなかったんだね。何度でもチャレンジできるから頑張って。あ、ちょっと待って、これエナジードリンク飲んだ状態になってない、これエナドリだけ飲んじゃった。よし、来た来た、コーヒーよりお魚せんべいあたりかな、なんか意味あるとしたら、お魚せんべいクッキーあたり。ああ、魚に与えるダメージを大幅に上げる、しかし飲むとダメージを受ける、なるほどね、普通に使っても良さそうだね、そういう意味では。別に今鉄板いらんしな、ブリミってどこで手に入るんだよ。ヒールの強化、あ、攻撃力を上げる、あ、こんなのあんの、釣り道具のリールを改造。ちょっと防御力が上がらないことにはなんだけどね、正直。これエナドリって重ねがけできんのかな。さあどう、今重ねがけができるなら今攻撃力が12倍になってる。でこの状況で寿司食って、どうなんだろう、12倍になってんのかな。でも結構与えたぞ、勝てるな。今だ、よし勝った。お兄ちゃんは牛食おう。40回復がムカつくな全部20回復でいいよ、とりあえず倒したよ。重ね掛けされてたのかな。寄生虫みたいに手に入ったよ、リョウヤ。大丈夫？はあ？私は海の妻になるのです。結婚を邪魔する者には死を。え？アホ！お前男だろ？ああ。正気に戻った。わ！俺はリョウヤ。は？お、戻った、私は嬉しいぜ。で、ありょうや、釣りを宴だ、温泉行くぞ。ああ、みんなで温泉、え、みんな男ってこと、みんな男ってことか、やっぱりお前ら。いやー、男だと分かった上で黒だとは一緒に風呂に入りたくねえな。エンドじゃねえってさ兄貴を救出。はい、ということで除草フィッシングでございました。皆さんも何か高くて買えないものがあるときは除草してみてはいかがでしょうか、ということでこんな感じで、はい、ご視聴ありがとうございました。